あっという間に最後の曲になってしまいました。アンコールは残念ながらございません。本当に最後なんですけれども、ひじりシンガーという曲でございます。いろんな合唱の形態がありまして、単旋律、ユニゾンって言いますけど、同じ音だけをこう歌っている曲もありました。それから二部合唱といって、二つの節をこう歌って、一番簡単なハーモニーを作っている曲もありました。で、一番本格的な合唱というのは四部合唱といいまして、男性が二つ、女性が二つに分かれて、四つの音がバラバラなんですけれども、それが集まって一つのハーモニーというのを作って、合唱することがあります。今度最後に歌います曲は、ひじりシンガーという曲は混声の音符合唱、4つの音を一つにまとめて、お届けするわけですけれども、思いとしてはみんな一つでございます。親鸞聖人の750回忌お迎えするにあたって、その周祖のですね、生き生きとしたお姿を一人一人がまぶたの奥に浮かべながらですね、ひじりシンガーという曲を歌わせていただこうと思います。お聴きください。